どうも、有山幸子です。どうも霊夢です。今回は天皇杯準々決勝、湘南ベルマーレ戦について語ります。リーグ戦2連敗。しかし、胸に星をつけるべく、気合を入れ直して臨まねばならぬ。負けてはならないカップ戦。結果は？見事勝利しましたー。相手がメンバーを落としてきた中、リーグ戦で順当な位置につけている我が軍は、タイトルを取りに行くぞ、という意思を見せつけるメンバーで応戦。初のベスト4進出。やりました。ずるずると悪い流れに飲み込まれそうなところ、見事に踏ん張りましたー。それでは、そんなやる気を見せたスタメンから振り返りましょう。まずは相手に合わせたのか、怪我人が戻ってきて、センターバックの数に余裕ができたからなのか、久しぶりに、532、で組んできた。湯沢を温存させて、前線は、シャドウタイプを置かない、3トップを編成。予想はしていたが、前と出口を休ませることなく、先発で起用してきたところに、最初から行くぞという気概が見えた。でも、やる気を見せた割には、立ち上がりは、なんだかふわふわしてて、あっという間に、先制点を奪われたわ。全くその通り、ふわふわしていた、という表現がぴったりの、集中力を欠いた守備だった。長石が投げたパスを、小田がトラップミスして、相手のスローイン。そのスローを素早く投げ入れられ、奈良も強く行けずに、相手に反転からボレーで失点。私はこれで、このゲームは難しくなったな、と思った。しかし、あんたの予想通りとはならず、これ以降、ほとんど相手にシュートも打たせない、アビスパペースでゲームは進んだ。その原因は、湘南の状態が良くなかった、というのが確実にある。監督の指示なのか、それともメンバーを変えてきたことによるものなのかはわからないが。とにかく、湘南の後ろ7人が積極的に前に出てこず、前の3人と分断されていた。対してアビスパは、後ろ、中盤、前線の3つのラインの距離が均等で、後ろ2枚の壁と、それより前の5人が連動して、チームとしての矢印が前を向いていた。高い位置でボールを奪い、素早い攻撃に移ることができていた。とはいうものの、押し込んでいたとはいえ、アビスパも得点には至らず。全くその通り。明らかにアビスパのペースだったが、これはまずいな、と思いながら見ていた。悪くないぞ、と思いながら、ズルズル言って終わる、最悪のパターンになりそうな予感がしていた。なんとしても、相手が修正してくる前に、前半のうちに得点しておきたかった。と思っていたら、前半終了間際に山岸のゴール。ああ、本当に助かった一点だった。これでなんとかなるな、と思った。中盤で前、鶴野、井出口が圧をかけ続け、井出口がボールを刈り取り、山岸、佐藤、前、そして山岸に渡り、ゴール。鶴野が中盤の守備に加わり、前が前線に飛び出し、佐藤と山岸がクロスして入れ替わる。中盤からの前の5人が連動して、相手を崩した見事なゴールだった。後半が始まり、やはり監督からの指示があったのか、立ち上がり、湘南は少し前がかりになった。しかし、それでも依然としてアビスパペース。そして67分に追加点。これも理想的な守備からの得点だった。相手の左ウィングバックにボールが渡ると、前島が後ろを恐れず、前に出る。そして今野と前後から挟み込む。ここで出口、大事なことなので2回言う、ここで出口。相手に体をぶつけてボールを奪い取り、そこで終わりにせず、そのまま前線に駆け上がる。今野からのボールを受け取り、相手を十分に引きつけて、ラストパス。山岸が冷静に流し込んだ。出口のモンスターっぷりはもちろんだけど、久しぶりにシステムを5バックにしたことで、守備が良くなった面もあるのかしら？ああ、あると思う。単に以前にやっていた5バックに戻してやってみた、というのではなく、前線の構成を1トップ2シャドウから、横並びの3トップに変えることにより、守備のやり方が変わった。前半は鶴野、後半途中からは佐藤。相手ボールの時には、それぞれ真ん中の選手が、中盤まで落ちてきて、相手のボランチを消しに行く。これにより、中盤の守備の人数不足も解消されるし。ボールがサイドにある時は、ウィングがプレスバック、センターフォワードが平行パスを消すことにより、全方位からボールホルダーを囲い込む形ができる。おそらく、鶴野から佐藤に変わっても、同じような動きをしていたことから考えても、チームとして落とし込まれたものなのだろうと思う。良い守備からの速攻という意味では、3点目もそうだった。佐藤が猛ダッシュで相手キーパーにプレッシャーをかける。そこから、全選手が連動してプレスをかけていく。相手のパスミスを誘い、奪ってカウンター。佐藤も落ち着いて、しっかりと決めた。3得点ともに、できるだけ高い位置で奪って、手数をかけずにシュートまで持っていく。目指していた理想的な形での得点なのが良かったわ。得点以外にも、相手の裏を効果的に狙うことができて、シュートシーンも多い試合だった。
そんな気分の良い試合、しっかり細部まで見ていこう。そう、8個デッドスポルトのコーナー。まずは、ゴールキーパー、長石、6。立ち上がりの失点は止めて欲しかったが、難しかっただろうなとも思う。この場面以外に、危ないシーンはそれほどなかった。サイドバック、前島。6.5、前線への積極的な飛び出しで、何度かチャンスを作った。左右関係なく、持ち味が出せているのはチームにとって心強い。守備も安定していた。センターバック、奈良。6、失点に関して、彼らしくなく淡白な守備で、あっさりとやられてしまった。以降は決定的なピンチ自体が少なく、冷静に対処できていた。センターバック、グローリ。6、何度か小田の裏をケアするために引っ張り出され、そこをきっかけに崩されそうになるシーンがあった。彼だけの問題ではなく、センターバックが釣り出された時の対処は課題。センターバック、井上。6.5、セットプレイから惜しいヘディングシュート、3点目の起点となるボールカットなど活躍。しかし、肝心の守備面では、正直、ファウルを取られなくてよかった、というシーンが散見される。改善を求めたい。サイドバック、小田。5.5、立ち上がりの失点は彼のミスからで、注意力が欠けていた。空中戦の強さは目立ったが、左足での前線へのパスは精度が低く、相手に引っかかることが多かった。ボランチ、前。6.5、1点目をナイスアシスト。3点目の場面でも、実は全力でペナ内に入って、相手を引きつけている。積極的に前に出て、攻撃に関与したが、相変わらず、つなぎのパスがずれる場面が多く見られるのが残念。ボランチ、井出口。7、止まることなく走り続けて攻守に貢献。相手に体をぶつけてボールを奪う、その強さとうまさが光り、影の MVP と言ってよい。フォワード、佐藤。7、ダメ押し点となる3点目を冷静にゲット。途中、右サイドから真ん中にポジションを変えても、安定して守備に貢献した点も高評価。フォワード、鶴野。6.5、1点目の起点となる守備など、アグレッシブな姿勢が光った。しかし再三あった、裏で受けてからの相手センターバックとの1対1では、突破やシュートに持ち込むことができなかったのが今後の課題。フォワード、山岸。7.5、コンディション抜群、とは思えなかったが、結果としては2ゴール、1アシストの大活躍。鶴野を真ん中に置き、攻撃の起点を引き受けてもらえたことで、肉体的にも精神的にも少し余裕ができたのではないか。1点目、3点目ともに中間ポジションでうまくボールを受けたのも、見事だった。途中出場、今野。6、2点目のきっかけとなる、相手2人を引きつけてからのパスや守備でも積極さを見せて勝利に貢献。途中出場、金森、ウェリントン、宮、平塚、評価なし。それにしても、とうとうベスト4まで残りました。あと一つ勝てば、国立決勝です。まあ、相手は川崎と、なかなか厳しいハードルではありますが。しかし、もしも優勝なんかしてしまったら、シーズン前半には半ば冗談で言っていた、ACL に出たりしないといけない。いや、出られるもんなら、そりゃ出たいだろ。バカ野郎、そんなことになったら、我が軍が奴らに見つかってしまうじゃねえか。奴らって？サウジだよサウジ。我が軍の戦士たちの方を札束でバッチンバッチン叩いて。やめろ本当に。遠い未来に勝手に不安を感じ出したので、そろそろ終わるよ。喜びに浸る間もなく、リーグ2ルヴァンと次々に試合がやってきます。皆さんも気持ちの切り替えをしっかりとなさってください。皆さんの試合に対する感想、選手に対する評価をぜひぜひコメント欄で教えてください。それではまた。